それだけはレース展望です。この時間は10月7日金曜日、その気ナイターの展望を行ってまいります。今日の解説はデイリースポーツ中山真嗣さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今週開催前に砂の入れ替え作業が行われました。また白い砂に、ね、戻りましたけれども ね、はい、馬場傾向としてはどうでしょう。結構差しも届いてますか。まあ、あの内が深くて、まあ、外の方が軽いんじゃないかという評判は聞いてましたけど、まあ、前半レース、8番6番10番がよく来たように、まあ、そうだったんかなという印象はありますね。確かに8枠の馬の構想って確かに今日多かったですね。ということで、まあ、若干外が軽いという、ね、ところがあるかもしれませんけども ね、あのメインレースの交流戦でも、あの勝った馬3番手の外並走から、そうですね、早めに先頭立ってそのまま外突き抜けてきましたからね。あの先週は前に行って、あるいはこうインを立ち回ってという馬がね上位を占めること多かったんですが、全くこう傾向変わっちゃいましたね。そうですね、先週協定みたいでしたねそうでしたね、はい、さあでは参りましょう。金曜のその気ナイター展望です。もうその気ナイターも今年あと残り2週ということになりました ね、はい、早くもという感じなんですが、明日は日刊菊蔵の特別がメインの A1、A2 戦、そして10レース B1 戦、この2つ展望してまいります。まずは日刊菊蔵の特別です。メンバー10頭ですけども、なかなかいいメンバー揃ったんじゃないですかね。そうですね、オープン馬がいますし、はい、では印見ていきましょう。まず本命2番ナチュラリーということで、まあ、重賞5勝は、まあ春から休んでいて半年ぶりということになりますけども、そうですね、しっかり夏休養して、はい、まあ新しい調教師も久々でも鼻にさえ立てば、マイペースでかければという自信の仕上がりのようですので、はい、まあ、8歳年齢でも関係なく今年もね、3戦2勝してますし、そうですね、まあ、内枠でスタートも決めやすいでしょうから、はい、ここはナチュラル中心で見ていきたいと思います。まあ、地元早抜きでもう8歳にはなってますけども、はい、本当に逃げればしぶといですからね。明日も非常にいい枠を引いたということでね、はい、2番枠からイン速攻というね、そんな狙いがあるというナチュラリーです。それから1番のプレイヤーズハイに対抗評価、こちらは A2 を1着2着として今回オープンに昇級しました。そうですね、JR が転入して参戦してすごくいい内容でね、はい、勝ち上がってきましたから、まあ、今回内枠でナチュラリーについていきやすいですし、まあ小牧調教師も使うごとにもう調子が上がってきてるし、はい、前走も見どころな内容だということで、2着でも、まあ、ここは勝ち負けできると自信の仕上げできたようですから、はい、面白いと思います。まあ、前走ちょっと動きたい時に動けなかったという、ね、状況でしたんでね、まあ、今回はというところの、はい、リベンジ、まあ、昇級戦ではありますけどもね、はい、プレイヤーズハイにも高い評価ということです。はい、それから4番のキーフラッシュ、これは中央の3勝クラスからの移籍ということで、レース半年ぶりです。そうですね、中央では1800、1900というところで使われてたんですけど、はい、まあ堀井良平調教師の判断ではもっと短い距離が合うだろうということで、なるほど、この専用具ぶつけてみたいで、まあ、好調厩舎ですし、しっかり仕上げていると思いますので、はい、一発はあると思います。リーディングトップ快走中という、ね、堀良平厩舎、はい、キーフラッシュ移籍初戦ですけども、短い距離の方がむしろいいんじゃないかということで、はい、あえて専用を使ってきたということですね。はい、であと白三角2頭ですが、まずは7番のクリノアリエル、これも中央3勝クラスからの転入なんですが、はい、以前兵庫在籍時に6連勝あったんですね。そうですね、はい、まあ、クラスは違いましたけど、はい、今回、まあ、強化されて帰ってきましたし、うん、まあ、橋本調教師明日のレースで上がりが良ければ、はい、まあ、27日のクイーンカップ目指したいなということなので、です、はい、それだけの力あるということでしょうから、まあ、しっかりここは、うん、交渉すると思いますね。はい、まあ、兵庫在籍時に連勝したのが2018年から2019年ということで、もう3年も前になるんですけどもね、はい、そこから中央に行って、で中央でも2勝その後しましたからね。3勝クラスでオープン目前でしたからね、うん、そうでしたね、はい、そこで構想していた馬、まあ、このあと重賞戦線も見据えてというクリノアリエル再転入初戦となります。はい、でもう1頭8番のベストオブラック、この馬は8連勝で残念ながら前走ストップしたと。そうですね、前走、まあ、昇級戦もありましたし、でしかもなぜか2波論延長して、あ、距離長かったのかな。そうですね、まあ、柏調教師もやっぱり2波論長かったと、はい、まあ、1004なら巻き返せる、あ、1004なら巻き返せるということなんで、ここは一発あると思います。うん、はい、まあ、オープン馬ばかりの中でこの馬だけが A2 クラス所属馬なんですけども ね、はい、オープン馬に混じって1004なら十分やれるだけの力はあると。今回金量も
前走2キロ軽いですね。そうですね、魅力は十分だと思います、うん、ということで本命から2番1番4番7番8番と印入っております。それではフォーカス見ておきましょう。ここ3連単2番ナチュラリー、もう逃げ切り濃厚と見てますか。そうですね、実績が違いますし、まあ、大丈夫でしょう。はい、はい、重賞5勝馬その実績に期待という中山さんです。全部で12点買いということで日刊菊園特別まとめていただきました。発送は7時55分です。では一つ前参りましょう。カトレア賞です。この10レースカトレア賞は3歳以上 B1 の 1400m 戦8頭立て小頭数の一戦です。中山さんの印こうなっています。まず7番のモズファボリートに本命となりました。まあ、前走が5ヶ月の休養明け逃げて4着という競馬でしたが、どう評価されたんですか？そうですね、やっぱりそこはちょっと筋力57キロが影響もあったのかなと見てます、はい、まあ私調教師も縦毛2000名で今回きっちり決めてくれるだろう、はい、まあ、このクラスなら十分やれるということでしょうし、うんうん、まあ、上積みもあるということなんで、ここは前進してくると思います。もともと上のクラスでも構想歴ある馬でね、はい、しっかりと4月には B1 も解消しているという馬、はい、まあ、ここではモズファボリート、やはり叩き2走目の上積みもあるでしょうしね、はい、実力上位と見ている、はい、ということですね。それから対抗評価が3番のコパーノセントルイス、この馬は南関東大井からの転入馬です。飯田調教師も大井の、うん、まあ、B3 で 2,3 着があるので、これならここで間に合うと、はい、いうことなの で、しかも転入から中間順調に来ているということで、うん、あんまり大げさなことは言わない飯田調教師が自信の口ぶりだったので、はい、なるほど、ここはそれなりの手応えがあるんだと思います。はい、まあ、確かに6月には大井で B3 クラス、大井の B3 の2着3着、まあ、ここ兵庫の B1 だったらもう十分 ね、 そうですね、走れるという、はい、そんな算段になりますけれども、調教師も自信を持っているというコパの選手です。安城も吉村を配してますんで必勝体制ですね。そうですね、はい、昨日が6勝で、はい、今日木曜も3勝、はい、今週9勝の固め勝ちしている吉村、ね、復調してきました ね、 ね、はい、そして5番の桜トップスター黒三角評価、まあ、安定感ある走りで前走も3着に来ました。そうですね、暑かった夏をしっかり乗り切ったのでということで、はい、状態はいいと最後の調教師も言ってますし、うん、まあ、涼しくなってここらでそろそろという手応えもあるようなので、うんうん、しっかり馬券に絡んできてくれると思います。はい、安定感売りという5番の桜トップスター黒三角評価で、もう1頭が8番のモズフレミントン、まあ、ここ2走が4着続きとはいえ6頭立て5頭立てちょっとね小頭数のところでの着順なんですが、まあ前走ね新しい厩舎から稲垣転厩して、はい、まあ、それでもちゃんと入着してきましたんで、ええ、まあ、新しい厩舎で最後のは年齢がどうかというところもあったんですけど、まあ、心配なさそうで、まあ、まだ小頭数なら、はい、揉まれない外枠ですし、しっかり足ためて最後伸びてくると思いますね。はい、ということで、まあ、印は4頭ということです、はい、ここ展開面としてはどうでしょう。モズファボリートが逃げる展開になりそうですか。そうですね、うん、逃げると思いますね、この顔ぶれなら、はい、うちには、ね、ゼセルという逃げれば結構怖い馬もいるんですけれども、ちょっとねこのゼセル自体が最近行き足があまりない状況ですもんね。まあ、ゼセルは今回 B1 に降級というところでクラス下がっているんですけれども、展開的にはやはりモズフレミントンが、ごめんなさい、モズファボリートがね、はい、行くかなというそういう予想だということです、はい、さあそれではフォーカス見ておきましょう。ここ3連単も絞りますか。そうですね、小頭数ですし、絞って、はい、次のレースにつなげたいと思います、うん、3連単7番モズファボリート頭で相手3と、結構中山さんこうやって3連単絞るレース多いですね。そうですね、はい、はい、結構絞って勝負というね、そういった形になりました。カトレア賞 B1 戦 1400m8 頭発走時刻は7時20分となっています。ここまで解説はデイリースポーツ中山真嗣さんでお届けしてまいりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。園田競馬今後ご覧の日程での開催、残すナイター競馬は今年2週間となっています。10月14日が最終日です。そして来週木曜日10月13日は重賞レース兵庫若駒賞がございます。お楽しみに。